せーの、ゴーザとジェヨンです。ハプニングは、さっきジムに行ってきたんですけど、ダンベルで指挟みました。痛いやつ。大丈夫？はい、僕の最近あったハプニングはですね、エビの生屋のエビをさばいてる時に、エビの頭が指に刺さりました。うわ、痛いだし。痛い。僕の最近あったハプニングは、収録の時にコンタクトが片一歩しかなくて、片一歩だけで乗り切りました。素晴らしい。それはハプニングや。はい、僕はなんか嬉しいことなんですけど、大平翔生です。さっき楽屋にいましたら、僕の大好きな弁当が運ばれてきました。以上です。何ですか？嬉しいハプニングだね。大好きなやつ。大好きな弁当が運ばれてきました。みんな大好き。みんな大好き、あれ。みんな大好き。はい、柳翔翔です。最近起こったハプニングは、洗濯をしていたら、ポケットに領収書が入っていまして、ビリビリに破けました。うわ、やらかした。掃除します。嫌なやつね。はい、豆原一成です。最近起こったハプニングは、さっき純喜くんと楽屋で喧嘩しました。まあ、こいつがね。腹立つんですよ。マジで。スカイの番や。スカイの番や。あー、どけられてる。どけられてる。今のハプニング。一番ハプニング。言いづらい。何も、何言ってもな。一言いい？一言。喧嘩する？ハプニング。今ハプニング。ヘッド。全然いいか。全然いいか。些細なことですよね。鍵なくしました。大丈夫？ささいじゃないの？やばいっす。結構やばいね。はい、言ってない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 、まだ。リハ中になんか落ちたなと思って見てたら、なんかマスクが落ちてて、確かにやばいなって、なんかその誰か滑ったりせんかなと思って見てたら、レン君がこうやってキャッチしてました。ハプニングっていうところまでね。かっこよく。で、こう拾って、繋がってます。僕一番前だったんですけど、これ誰のってこうやって見せてたら、後ろからパッて誰かが撮ったんですよ。河野純喜でした。はい、白岩力です。さっき移動車で集合時間になってしまって出発しちゃったんですよ。で、一人来てなくて、あいつ大丈夫かな、間に合うかなと思ったら、後ろから車をターミネーターぐらいの勢いで走ってスカイが来ました。そうなんや。間に合うかな。逆やね。逆か。ターミネーターです。違う。ですね、関係ないよ。1年ほど前にですね、僕の大好きなジュース、ライフガードを純喜くんが、48本買ってくれたんですけど、最近は飲んでないなと思って、飲もうと思ったら全部賞味期限切れてました。うわー、そうでしょ。ごめんなさい。じゃあ純喜くん、ごめんね。ショックやね。この後、2時間スペシャル見てください。見てください。見てください。見てね。せーの、見てね。以上、ジェヨンでした。